なるほどの。確かに、アニマの器があるのなら、そのエネルギーを使って元の世界に戻ることができるかもしれんぞ。いつまた奴らが襲ってくるかもわからん。イエスが稼働できるようになれば、それだけ助かる。でも、それがある場所は、ラビュリントスの深部なんだろそうやすやすと潜入させてはくれないだろうね。 偽造した ID があるわこれをうまく使えば潜入は容易よどちらにせよ我々がこの世界に存在することにより宇宙全体の歪みが拡大してやるこのままではわしらが消えてしまうどころかこのままではわしらが消えてしまうどころかわかったすぐに潜入の準備をしてくれ 後にミルチア紛争と呼ばれる第三次降下作戦もあと数日で決行される。急がなきゃならないぞ。